見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。妹を泣かせて悪いお兄さんでした。秋篠宮様が黒田清子さんの夫ケーキさんを信頼した本当の理由。時間内にちゃんとリアクションがあるから続く。005年11月15日黒田芳樹さんとの結婚式と披露宴の日を迎えられた則宮様兼黒田清子さん。ご結婚により皇族としての身分を離れられるまで、内親王として本格的に公務に励み、外国を公式親善訪問したのは、則宮様が初めてでした。ジャーナリストの友野直子氏による、サーヤのご結婚その前進と、文藝春秋、005年1月号を特別に全文公開します。前回の回目、ナンバー1、シャープから続く、年齢、日付、故障などは掲載当時のまま。中道家でのニックネームは、たらこ。美智子様が望んだ通り、則宮様は優しい少女に育っていく。自分のことは自分で、という美智子様のお考えもあり、幼稚園の時からご自分で着替えをし、お料理も早くからお手伝いしていた。学習院では則宮は、ミーヤ、と呼ばれた。ミーヤは地味だけれど優しくて、本当にいい人、と同級生は声を揃える。体育祭で負けて悔し泣きをしている子がいると、もらい泣きしていたことがあります。困っている人が話しかけてくると、どんな時でも嫌な顔をせずに丁寧に聞いていました。中等科でのニックネームは、たらこ、です。焼きたらこが大好きで、美智子様手作りのお弁当に必ず入っていました。ミーヤが他の子のお弁当を見て、それなーに、と尋ねたのは、ふりかけでした。初めて見たのでしょうか。早速翌日のミーヤのお弁当には、ふりかけが登場したそうです。高校年の時に、御所にお花見に行った語学友の一人は、こう語る。ご家族とても仲が良さそうでした。1階の応接セットがあるお部屋で話をしていると、窓の外を蝶々のようにひらひらと走って来られるご婦人がいて、誰かしらと思ったら美智子様だったのです。お花見のスポットまで移動するお迎えの車が来たことを、わざわざ知らせに来てくださいました。通された部屋に、燃える闘魂とかプロレスのビデオがたくさんあったので、誰が見るの？とミーヤに聞いたら、下の兄よ、と笑っていました。